CWM は x ウィンドウシステム用のスタック型ウィンドウマネージャーである。CWM は主にオープンブズドの基盤システムの一部として開発されているが移植可能なバージョンは他のユニックス系オペレーティングシステムで利用可能である。CWM の開発はマリウスアモトアリクセンによる E-Bloom のパッチから始まった。新規機能の実装を容易にするため、 結局のところ CWM は QWM からのコードをいくつか利用して書き直された。元々の著者による最後のリリースは2005年8月に行われた。2007年8月、CWM はオープンブズドのソースツリーへインポートされた。QWM の全コードを含むオリジナルのソースコードの本質的な部分が2008年1月まで書き直されていた。 CWM はバージョン4.2から W 平方メートルを置き換える形でオープンブズドと共に配布されている。別のグループによる Linux 移植も存在する。CWM はヘビーなキーボード仕様、小さいフットプリント、そして使いやすさに適用されたスタック型ウィンドウマネージャーである。CWM は明白に仮想デスクトップ機能が欠けているが、 ウィンドウグループ機構を使うことで仮想デスクトップをエミュレート可能である。CWM はウィンドウの周囲にある1ピクセルの境界線を除き、ウィンドウの装飾を描画しない。CWM には以下のようなメニューが含まれている。これらのすべてのモードは入力に応じて検索する方法で動作する。CWM によりキーボードのみを使用して、ウィンドウの起動、隠蔽、切り替え、 および検索が可能であり、端末エミュレータマルチプレクサとしての使用にも適している。さらにマウスなどのポインティングデバイスをキーボードと合わせて操作することを可能にする。追加したキーバインドや設定のオプションを設定ファイル、CWMRC で指定可能である。CWM はソフトウェアのミニマリストには概ね好評である。 CWM が利用されるのはオープンブズドのデフォルトウィンドウマネージャーの一つであることが主な理由だと言われているが、それ以外の理由が引き合いに出されることもある。CWM はその柔軟性と破壊的ではない方法でかつマウス仕様に依存せずに、相互作用を可能とする能力を称賛されている。ありがとうございます。